思えばスーパー戦隊の恐竜でアンキロサウルス結構いますね。今回組み立てた5つの作品で一番僕が好きだったのは、皆さんこっちです。自称レゴビルダー。ヒーラー。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターダイナソーの続きになります。前回の動画でこちらのブラキオサウルスを組み立てました。ブラキオサウルスの特徴が活かされていてとても良かったです。はい、今回の動画でこのレゴクリエイターダイナソーは最後になります。最後は説明書に載っていないアンキロサウルスを組み立てます。これまでの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではアンキロサウルスに組み替えます。はい、完成！アンキロサウルスです！おお！今回のアンキロサウルスもなかなか完成度が高いです。今回のアンキロサウルスも前回のブラキオサウルスと同様に若干形がトリケラトプスに似てます。はい、では近づいてみると、こんな感じです。個人的にアンキロサウルスの背中ってトゲがあるんですけど、今回のアンキロサウルスはなんかちょっと違うような気がするな。これがオレンジ色だったらアバレンジャーのアンキロベイルスで、尻尾がハンマーで、シアン色だったら恐竜ジャーのアンキドンで、このシアン色がピンク色だったら竜装ジャーのアンキローゼです。思えばスーパー戦隊の恐竜でアンキロサウルス結構いますね。はい、じゃあ近くで言いましょう。まずこちらが頭部です。頭部はどっちかっていうと、なんかトリケラトプス感があるような。トリケラトプスのこの角が、まあ、なくなった感じですね。はい、そして胴体はこのようになってます。胴体の作りについてはトリケラトプスとまあほぼ一緒です。ただトリケラトプスと違ってトゲがあったり、足の造形も若干違います。はい、そして尻尾はこのようになってます。アンキロサウルスの尻尾もトゲだらけなのでめちゃめちゃかっこいいです。はい、ではこのアンキロサウルスの可動範囲について説明します。まず頭部がボールジョイントでこのように動いて、前足もこんな感じで動きます。後ろ足もボールジョイントになっていて、こんな感じで自由に動きます。そして尻尾はこことここがボールジョイントになってますので、こんな感じで動きを後ろの尻尾も回ります。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。今回のアンキロサウルスなんですけど、前回のブラキオサウルスと一緒で足はそんなに動かないんですけど、今回頭部と尻尾がボールジョイントになってますので、こんな感じでポーズも決まります。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。前回も言った通り、今回のレゴクリエイターダイナソーの恐竜は少しだけ小さくした模型サイズです。今回のアンキロサウルスをもうちょっとだけ大きくすると、ミニフィグで例えるなら実物サイズになったと思います。で、今回のアンキロサウルスもはい、このように乗せることができます。そういえばスターウォーズでこういう生き物いましたね。では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、なんか大きさ的に今回もしっくりきますね。なんかマリオの世界の恐竜みたい。前回も言ったんですけど、今回のレゴクリエイターダイナソーってヨッシーがいろんな恐竜に変身すると言っていいかも。じゃあ乗せてみます。はい、乗せてみるとこんな感じです。あー、でも今回はレゴマリオがなんかちょっと大きく見えるな。もしレゴマリオがちょっと小さかったらしっくりきたんですけどね。今回のレゴクリエイターダイナソーなんですけど、あと2つ組み立てることができて、1つ目が飛行機で、もう1つがサソリです。ただ今回は恐竜をメインにしたいので、今回のレゴクリエイターダイナソーはここで終わります。はい、レゴクリエイターダイナソーアンキロサウルスはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターダイナソーアンキロサウルスを組み立ててレビューしていました。
ました。今回組み立てたアンキロサウルスも完成度が高くてとても良かったです。まずこのレゴクリエイターでアンキロサウルスの特徴がしっかり再現されているのが素晴らしいと思いました。今回組み立てたアンキロサウルスの中で一番好きなところはこの尻尾です。この尻尾のトゲがめちゃくちゃかっこよくて良かったです。ただ個人的に強いて言うのであれば背中の部分もちょっとトゲは入れて欲しかったなって思います。まあ実際のアンキロサウルスも背中結構トゲあるのでそこがちょっと物足りないかなって思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイターダイナソーで組み立てれる7つの作品のうち5つを組み立てました。今回組み立てた5つの作品で一番僕が好きだったのは最初に作れるティラノサウルスです。今回のレゴクリエイターの表紙を飾っているティラノサウルスがめちゃくちゃ良かったです。あの動画で結構紹介してるんですけど僕が作った恐竜変形合体ロボティラノ竜王の一部の造形はこのレゴクリエイターから使ってますのでその思い出もあって今回はティラノサウルスにしました。あの一番驚いたのは今までレゴクリエイターって多くても4つの組み立てパターンがあったんですけど今回のレゴクリエイターダイナソーは全部で7つの組み立てパターンがあるのでめちゃくちゃ驚きました。僕もレゴクリエイターの4つ目の作品を作るのは深海の生き物以来なのでめちゃくちゃ楽しみにしてました。このレゴクリエイターは発売して4年経っても未だに現役で売ってますのでこれは本当にすごいいいと思いました。このレゴクリエイターはアマゾンで2000円前後で発売されてますので気になった方はぜひ組み立てて遊んでみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。